ジョンです。はい、こちらです。先月を振り返る。はい。今月もいくつか話していきたいと思います。はい、8月ですね。はい、8月とね、34杯。はい、毎月。まあちょっとね、やっぱ夏は減っちゃうんでね。そうですね、夏も暑いんでね。ね。暑かったですかね。暑かった。うん。でもまあその中でも一応34、はい、食べた中からいくつか喋りたい店を紹介していきたいと思います。はい、1軒目いきます。はい。セイロラーメン。はい。神田店。知ってる？知らなかったです。はい。はい、新しいお店ですね。そう。新店だね。まあ生姜醤油ラーメン。長岡醤油、生姜醤油を出してて。確かね、なんかね、飲食じゃないか。フード関連の会社っていうの、うん、なんか食材卸なのか加工なのかわかんないけど、うん、なんかそういう感じのことをやってる会社だったと思うのが、まあ、ラーメン店をね、出したっていうことでね、これね、何を思ったかってね、すごいね、説明がね、難しいんだけど、まあ、生姜醤油ラーメンとして、まあ、よくできてたんですよ。うん、で、まあ、これもどう言えばいいんだろうな。だから、まあ、さっき言ったように、飲食じゃない会社がやったんだよね。まあ、たまにあるパターンですね。そう。で、すごいよくできてて、で、まあ、ちょっとこれ言い方悪いかもしれないけど、ラーメンの素人が作って、あ、このレベルを作ってくるんだって思ったの。でね、そう思った時にね、僕自分の神保町を書いてる店で生姜醤油出してるんだけど、やめたくなっちゃった。なるほど。わかる？なんかこういうクオリティを。だから変な話、このセイロラーメンで出してる生姜醤油と、うん、うちの会で出してる生姜醤油を比べた時に、はい、そんなにそのクオリティの差を感じなかったわけさ。なるほど。わかる？わかります。ありますね、そういう商品ね。ね。だからそれぐらいよくできてるんだけど、はい、だからよくてできてるからこそ、これ僕やんなくてもいいじゃんと思っちゃって。まあ、生姜醤油っていうのがね、ちょっとこう、そう、結構なんか、うん、ありますよね。作りやすいじゃん。うん、他のラーメンよりも、ちょっと技術の差が出にくいかなっていう気はしますね。うんうんうん、まあそうね、そういうラーメンだって今あるんだけど、まあね、なんかそれを感じちゃってさ。でもこれ思うんですけど、うん、もう結局今、技術とか、いろんなのがなって、うん、で多分いろんな有名なお店で修行とか、覚えた人っていうのが世にたくさん出てるわけじゃないですか。うん、それはラーメン屋以外でも、うん。だからこういうところに、なんかそういう技術もっともともとすごいやってたとか、入ったとかいう可能性は結構ありますよね、絶対。あ、なるほど。資本系とかでも。素人が一から作ったっていうより、うん、まあ経験者を取ってってことね。だからもう情報が溢れてるし、技術が溢れてるから、こういうのが美味しくなったっていうのも時代を感じるんですよね。まあ、そうだよね。個人店じゃないお店でさ、このクオリティ出すかと思って、ね、この YouTube でも結構資本系です、このクオリティがみたいな、そういうじゃないですか、うん、ね、だから、そうだ、まあ、ここはね、そう、どういう会社かちょっと俺もわからないですけど、そう、うん、そんなことをね、はい、感じたお店です。なるほど。ちょっとね、勉強のためにね、これ食べてみました。はい、次行ってみます。はい、次、ほい、インディアン本店。はい、来た、これ久しぶり。久しぶりですね。まあね、ちょっと前、何ヶ月か前かな、なるべん通りくんにおすすめされたというか、はいはい、まあ、通りくんが食べて、すごいよかった、すごいよかったって言ってて、で、なんとか気になっててさ、で、僕ももう十何年ぶりとかかな、もう。ですね、これも十何年行ってないでしょ、気がしますね。久しぶりに行って、あー、美味しかった。もうね、純粋にっていうかな、もう何にも言うことない、美味しかった。ちゃんとカレー食べましたよね、もちろん。だからもちろん。もちろんですよね。そう、でもこれ多分知らないんで、ラーメン と、まあ、カレー、うん、欧風カレーでね、で、ドーリ君と喋ってた時は、いや、あのさ、ラーメンとあのカレーの相性がすごくいいんだよね、うん、みたいな話をしてたの、うん、なんだけどね、ラーメン単体でも美味しかった。うそう、そう、ラーメン単体でもちゃんと美味しいし、そのカレーと合わせた時もさらに美味しいしっていうね。いいですね、インディアン。なんか全然記憶が、そう、うん、でもこれね、これなんかもうさ、最近のラーメン好きなんか知らない人も多いんじゃない、うん、とかと思いますよ、うん、もうね、当時まあまあ有名ですからね、うん、これはもう行くべきお店ですよ。あ、本当行ったことないんだったらぜひね、ね、行ってほしいですね、これは。インディー、俺も十何年行ってないからあれですけど、美味しかった、うん、確かに結構衝撃でしたもんね、当時俺も初めて食べた時に、うん、なんか、あ、
こういう形があるんだみたいな、ね、ね、オリジナリティもあるじゃん。ですね。うん、そうですね。俺勝手に店やってんのかな、やってないかなぐらい思ってたぐらいだったんで、うん、こういう店行かなきゃダメですね。はい、ぜひ行ってみてください。はい、では、どんどん。ラーメンは食いでございますね。はいはい、もうこれもね、十何年ぶりかな。10年は行ってないでしょ。でもね、ラーメン始めてから行ってるんですよ、ね、そう、うん、だけど、まあ行ってない、そんな感じですよ、うんうん、ね、でもう十何年ぶり、なんかでも久しぶりにね、はい、あ、食べてみようかななんて思って行ってみたらね、なんか刺さった。いいですね、刺さるっていいですね。言葉が、あの、美味しいとかじゃないんですよね、うん、刺さるんですね。そう、ギュンってきたんですね。そう、でもあ、限定やりたいと思っちゃう。で、まあ、ちょうど今ね、限定これやってるんだけど、でね、はい、で、私ね、まあ、今日食べましたよ、その撮影の前に背脂のね、はい、ね、やっぱいいよね、いいっすね。で、まあ、この後に、まあ、比較と思って、うん、カズキも行って、はいはいはい、カズキってもうさ、なんか復活しては閉店してみたいなことを繰り返してて、うん、今どこですか、池尻。今ね、でネットの 情報では池尻と新橋ってなってて、で新橋行ったら閉まってて、池尻は残ってて、そう、池尻に行ったの。で、まあ和久井も美味しかった、あ、和樹も美味しかったんだけど、和久井の方が好きだし、あとで何ヶ月か前、あの、カツ、篠崎だって、ここでも話しましたね、うんうん、あれも食べてるんだけど、あれよりも、ね、和久井の方が良かった。和久井の方が薄いっすよね、なんか、うん、色とか、そう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 、ね、色がね、一番薄いと思う。ですよね、うん、やっぱライトな背脂ってイメージですよね、和久井は。うん、これね、よかったんですよ。濃度がいいんですかね、ね、そのこれ、まあさ、うん、もうね、これはね、40歳以上のおじさんは多分ほぼ全員刺さるんだよ。そうですね、刺さるラーメンなんだよ、もうこれは。若い人が今食べてどう思うかってありますけどね。そう、20代とか、うん、和久井全盛期を知らない人が食べてどう感じるかをね、聞いてみたい、感想として。ちょっとこれ見てる20代のラーメン好きの人がいたら、そう、食べてほしいです ね、食べてコメントをもらえるとね、嬉しいです、はい、まあ、おじさんたちはこれに、ね、そうですね、喜んでるわけですから、はい、いやでも確かにね、当時美味しかったって思いながら食って、うん、やっぱプロになってから食うと古いなって思って、うん、でそれ一周してまた良くなってみたいな感じですよね。そう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 、そうなんだよ、一旦嫌いになるんだよね。やっぱ課長がね、気になるんですよね、うん、ラーメン始めた時ってね、そう、この課長がいいんですよ ね、まあまあ、そんな話してたら、まあ、はい、ちょっと一本終わっちゃうんでね、はい、はい、福井です。はい、はい、では麺どころ西、お、知ってる名前は、はい、はい、じゃあ、まあ食べてない、食べてないですけど、はい、なんかネットに出てたなみたいな感じですね、はい、まあ、なんか本当に出身って言っていいのか分かんないけど、うん、まあ、いたんですかね、うんうん、本当でアルバイトってみたかな、はい、ベトナム屋さんで働いてた方が本田でアルバイトして独立みたいな感じ、はいはいはい、で、まあ、本田好きの方らしくて、うん、だからね、まあ、本田っぽいんだよ、はいはいはい、もう組み立ての、うん、そうそうそう、うん、で、まあ、何がいいって、まあ、その本田の、ね、影響をやっぱ受けてるからなんだけど、うん、新店なんだけどさ、今の流行りを追ってない感じ。あ、そうなんですね。そう、はいはい、ホンダがさ、もう今違うじゃん。そうですね、最先端行くっていうよりさ、うん、もうなんか独自の路線行ってる、ね、そう、普遍的なラーメンを目指す的な方向に行ってるじゃん、うん、だからこの西尾もなんかもっと普遍的に愛される感じの方向性を目指してる印象でさ、いいじゃん。そうそう、だからなんかやっぱね、下手にっていうか無駄にっていうか最先端をさ、うん、こうでさ、っていうラーメンより、はいはい、うん、いいなと思って。味もじゃあ美味しくて、そう、ちゃんとね、美味しくて、だからなんかね、これ、うん、5年後とかにもっと良くなってんじゃないかななんていう印象を受けたね。そういうラーメンってね、こういうちょっと、まあ、課長は田舎って言っちゃうかもですけど、うん、そういうところでやっぱね、受けますよね、うんうん、シンプルなラーメンっていう方法が、そう、うん、だからね、そういうのよかったんでね、まあ、地元に愛されるね、いいお店になってるんじゃないかなと思った。ちょっと行ってみたいですね、うん、はい、はい、では次でございます。武蔵野でございますね、はい、さてこれは知ってんのかな今の人。知らないでしょうね。
まあ、今まあまあが有名店でしたよね。昔の有名店でね、もう今出ることほとんどないんだけど、でもこれね、何年か前かな、例えば10年はない椅子かな、でも、うん、食べた時もすげえ並んだりとかしてて、そう大き店なんですよ。だから地元の人は全然知ってるんですよ。そう、うん、で名前はこう業界では聞かなくなっても、もう地元にはずっとってそういう店ですよね。そう、僕まあ十何年ぶりやここも、はい、ねで行ったら並んでんの。そうなんですよね。だから俺もね並んだ記憶があるんですよ。ねえねえ、さらに言うと回転が見えちゃうね。なるほど。そう、それで並ぶもあるんですね。そう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 、めっちゃ悪くて、なんだよとかって思いながら並んでたんだけど、まあ味はね美味しかった。昔のなんか、あ、こんな感じだったかなみたいな。そう、なんか派手さはないんだけど、うん、なんかそう昔ながらの中華そばみたいな、しらそばみたいなのを丁寧に作り上げた感じ。なんかどうも美味しかったなって食べた記憶があるんで、うんうん、でもやっぱこういう店、ね、知られてないけど、うん、やっぱ地元に残ってるっていうのはすごいですよね。そう、だから例えば埼玉の前夜さんとかも、うん、最近まあ名前は出ないじゃない、有名ならみんな知ってても、うんうん、でもずっと並んでるんですよやっぱり、うんうん、だからああいう一回こうなんか天下というか、うん、ね、話題になった店っていうのはそのいわゆる若い人が食いってないだけで、ね、そういう店なんですね。ここはちょっとね俺も久しぶりに行ってみたいですね、はい、行ってみていただければと思いますので、はい、今月はじゃあ、はい、こんな感じでございましたかね、はい、紹介させていただきました、はい、1月はこんな感じでございました、はい、ありがとうございました。